マリア・ファリナレター 16, 63, ina, ・フォー・ワン・オブ・ザ・オーダーズ・オブ・ファーニアス・ニュー・フレグランス1716インボイス・フォー・オー・デ・コロン1763タウン・ハル・タワー・イン・コロン・ウィズ・ストー・オブ・ヨハンマリア・ファリーナレフト・サイド・にフロア・スタチュー・オブ・ヨハンマリア・ファリナイン・ザ・コロン・エスタウン・ホール・ヨハンマリア・ファリーナヨハンマリア・ファリーナストリート・オン・コロンブ・ロンズ・オブ・ヨハンマリア・ファリナカーザ・ファリーナイン・サンタ マリア・マジョーレ・ビア・ GM ・ファリーナ・イン・サンタ、マリア・マジョーレ・グレーブ・ストーン・オブ、ヨハン・マリア・ファリーナ・イン・ザ・メロートン、フリート・ホーフ・セメタリー・イン・コロン。ヨハン・マリア・ファリーナは、イタリア人の香水職人であり、オーデコロンの開発者。イタリア語名は、ジョバンニ・マリーア・ファリーナ。1709年7月13日、ヨハン・ファリーナによって、ケルンに、世界で一番古い香水の工場が作られた。 ヨハン・マリア・ファリナは、彼の香水を彼の新しい故郷となったケルンに、敬意を込めて、オーデ・コロンと名付けた。彼のおかげでケルンは、香水の町として世界に有名になった。そしてケルン氏は、視聴者の塔に、彼の石像を設置して、彼を称えた。1734年、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム一世に収めたのを機に、ヨハン・ファリナは18世紀には、 ヨーロッパのほぼほとんどの宮廷にオーデコロンを治めた。ヨハンマリア・ファリナは1708年に彼の兄弟の一人に私の香水は私の故郷イタリアの雨上がりの春の朝の柑橘類、花、ハーブ等を思い出させます。と手紙に書いた。ボルテールやゲーテはファリナのオーデコロンの爽やかさに感嘆した。英国のビクトリア女王はケルンのこの香りが気に 1837年に女王に即位した年に、ファリナを王室御用達商人に指名した。ほとんどのヨーロッパの王室がこれに続いた。日本においては1874年2月17日に、宮内省の御用を受けたまわった。王でコロンの300年の香りの歴史は、今日8代目のヨハンマリア・ファリナに受け継がれている。ありがとうございます。